嘘つけ。これ最初これ星5確定ってこの2人しか出んのかと思ったらめっちゃ出るんやね普通に他のキャラ。匂う。匂う強いよね。てか本当あれよね。闇の王子加工されたらさ、匂うの本当匂う無双が始まるよね。グラス。いやこれあれ星5確定やけんねこれ。あサーブやね。あーお前じゃない、お前じゃない。これ星5の確定のやつやけんね、あの課金のやつの。おおかえり最強キャラ。あいつウェルタウェえウォルターやったウェルタガチャ見ろよ。そうそうそう、じゃけんあれはあれよ、ダメなやつ。これからよ、これから。とりあえずガチャチケで失礼いた。これでコンプ、いやほんともうそろそろそこをなんとか。まあマジでキャラクターがあれよね、いい面白いキャラよね。かわいそうなキャラとも言うけど、けどあいつのスローはほんとうざかったね。あー懐かしいね、ほんと今でも強いっちゃ強いけどね。ちょっと一回ロードが長いの起きたけんね、ちょっと期待しとるけど少しだけ。3個しかねえとか。あこの3つでコンプでお願いします。神引き早えわ早えわ、まだまだこれから。はい1個目はい2個目はい3個目はい無理ー。反発始まった。これからが本番やね、これからが、これからが本番やけん。ロード的にはなしやね。5個。いやでん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 、好きなご飯って、好きなご飯ってなんだよ。餃子大好きさんいらっしゃい。入れません入れません、コロプラに働け。そうやなそうやな、働け働け、コロプラに貢ぎます。お、あーどうやろうな、ちょっとちゃうやろか。ぬってなんだよ。4つ、あありありがとう。まだあったんだね、あざす。レナか、何それ、わらわらスタンプギフトって。アイドガールド。え、これもう終わり？星4は良かったけど。30年、まあ言うたらこれ40年やけど、2個ぐらい打ってこんかな。なんもねそやね、星4出てきたけんね、もうそろそろ来るはずやで。え、6個やった？ 6 個ぐらいやったよね。もうそろそろポポンと出るはず。1個2個、準備。まあそうやな、確かにな、まだ30連目ぐらいやけんね、ジュエルで。これからもう20連ぐらいで出るはず。ほら来た、おお来た来た、いいよいいよ、いいねいいね。キファさんいらっしゃい、この調子で。
ツイート、ツイートあざっす。よしよしよし、ええ感じやと思う。あ、残念。よし、このまま、このまま行こう。このままもう一回行こう。ここ。色メロか、色メロも強かったよね、今回のあのグッドかジャスト。オースクロールか、懐かしいな。残念。いや星4はいいよ、星4はもうそろそろいけるよ。本当に、あ確かに、確かにコロプラ10円で焼肉食べ放題とかいけますもんね。4100円ですからね、あれ本当高いですよね。おごりません。ちゃうんで、この前行った時におごってくれんけんけんのよ。でも。お、星4率いいね。ほんといい。この調子で、上から、一回飛ばしてしまった気がする。またソフィー来たし。お、来た！お、来た来た来た！すげえすげえ。これは、これは本当に引き合ったやん、今回。50連じゃね？ほら、ジュエル50連で。終わり終わり、コンプした。今回2体だけやったんよ。早いよね。めっちゃ早いでね、今回。チケットの12連しとるとはいえ。最高のやつ。こっちにしたら最高のやつね。焼き、まあ確かに焼き肉90分かあれですもんね。ありがとう。あ、そういえばゆうちゃん、ゆうさんは知りません。何来とってやろうか。あ、ゆうさんご覧系屋の紙引きしたんかもしれないですね、もしかしたら。 1,2,3,4,5 しかも5体出てる。あ、まあ確かに、確かにヤプレさんもなんかガチャの時来たら初めてかもしれんね。確かに。いや、まあでもよかったわ。ちょっと今回のキャラ弱いとかって聞いとったし、ちょっとあれやったんよね。オッケー、とりあえずこれでタワー登ってこようか。